ちょっと今も腹痛いんです、正直言うと。はい。でも腹痛いのを抑えながら炎上ニュースやってます。おはよう。ずっと言ってるけど大丈夫？お腹がね、ゆるいんだよね。もうゆるゆる、本当にやばい。まあ僕の体調なんてみんな気にしてないと思うんだけれど、ただちょっと体調が悪いってことだけ伝えておきますね。はい。ちょっと力入れるともうダメです。もう死んでしまう。だからちょっと、だから今ね、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、放送やってる時に急にトイレ行ったりとかするかもしれません。はい。そうなった時はもうほんとすいません。途中で抜け出したら。はい。旅行誘われなかったの？まあ誘っても断るのが目に見えてるから、養分は誘わなかっただけだと思うよ。結局ね、断るからね、俺は。はい。だから別に誘われなかったことに対して怒ってるとかそういうのないです。ありがとうね、心配してくれて。さっさとニュースやれよ。やっぱ俺の近況報告とかしとかないとね。あの炎上ニュースを淡々とやったってさ、みんな理解してくれないじゃん。だからやっぱり俺という人間を知ってもらいたいっていう枠でもあるから、俺のね、近況報告させていただいてますよ。はい。で、あとね、もうちょっと決めたのが、もう関連のブロックを本当にオンにした。申し訳ないけど、もうね、ガスはいらないからさ、もうちょっとブロック入れるようにします。はい。やっぱガチガチの囲いさんに固めて放送したいって気持ちが俺は強いんだよ。だから、もうブロック入れて、もう見れないようにする。もう、そういうことにしました。正直言うとさ、リスナーの、なんて言うんだろう、パルリスって言われるパルリスがもういなくなってるんだよね。はっきり言うけれど。じゃあ、どうやってその新しい新規さんを集めるかって言ったら、やっぱり、いい環境の放送を見て、ああ、この放送いいな、ちょっと入りたいな、みたいな。そういう枠作りをしたい、俺は。だから、なんかもう、リスナーさんをディスったり、あとはもうなんかずっとディスコミを書いてるやつはもうなんかもういいかなっていう。もうその質がいい放送をしたい、俺は。なんかもう本当に悪口しか書かないやつは書かないから、もうそういうのはもういいかなっていう。正論コメントとかじゃなくて、放送に対して空気を悪くするような発言に対しての部分でブロック入れるようにする。正論込めは別にブロックはしないけれど。はい。例えば、つまらないとか言って見てるやつとか矛盾してるじゃん。そういうやつはもうブロック入れる。しょうもないとか言って見てるやつもそういうやつもブロック入れる。もうそういう枠作りにするから。はい。これもう本当に今関連はオンにしてるから、もう二度と来ないようにして、させていただきます。で、みんなもやってることで、別になんかそれを、なんか俺だけが、やってないからすごいとかそういうのを作ったって意味ないなって感じてるし、だからもうそういうなんかカスはエネルギー入れる。はい。申し訳ないけど柴田だけになってもいいよ別に。俺はとりあえず囲いを作ることから始めないと、ね、今まで囲いを作ることをやってなかった。無駄な5年間だったね、炎上ニュースは。それを見て、さあついていこうかな、楽しもうかなっていうリスナーさんがいなかったから、だからもうそういうやつらはもう NG 入れる。無駄だったと思うよ。だって実際5年間やってきて、その5年前から来ているリスナーさんとかだったもん。そう、だからその5年前から来ていたリスナーさんだけだったという部分と、あとちょこちょこ来るリスナーさんだったりとかするから、だからもう本当はそういう枠作りはしなきゃいけないなと思う。はい。だからもうブロック入れる。時間稼ぎはしてないんだけれど、まあ、こういうコメントはいいんだよ別に。ヤジ飛ばしとかね。ただもう本当に、あ、こいつクソだなと思ったやつはもうちょっと関連のオンしてるんでね、もう二度と放送来れないようにするんで、気をつけてコメント書いてください。
アイテムを見ろよ。はい、アイテムありがとうございます。ああ、ありがとう、アイテム。あのさ、アイテム見ろよって言ってるけど、花火とかじゃないじゃん。アイテム見ろとか言ってるけど。だからそんなもんアイテム見落とすよね。エフェクトが薄いから。はっきり言うけど、アイテム見ろよじゃねえんだよ、お前。NG だ、お前。いらないよ、そんなの。アイテム見ろよとか。黙ってろよって、こっちからしたら。当たり前だろ、そんなもん。ああ、ミニボーナスありがとうございます。ああ、マイケルありがとうね。こういうのじゃないとわかんないよね。あのさ、風船投げられていちいちさ、俺なんていう配信者なんていないから。むしろ風船鬱陶しいぐらいあるもん。だってさ、風船って0円なんだよ。0.2 円か 0.4 円ぐらい。そんなのを投げられて、ああ、ありがとうなんて、いちいち言ってられるかよ。ねえ。何を言ってんだよ。な。そういうなんか、揚げ足を取るようなコメントを書くやつも、もう NG かな。当たり前じゃん。で、これで風船を投げてるやついるでしょ？もういいかな、じゃあ。二度と来なくて。ありがとう、ミニボーナス。ありがとうございます。最低、こっちは金なって風船買ってんねん。知らんし、お前投げてないじゃん、別に。ね。お前が課金してるならわかるけど、課金してないんだから引っ込んでろよ。じゃあ、他のところで投げればいいんじゃない？別に俺いらないから。な、いりません。他のとこ投げてこいや。風船という貸すアイテムは僕の枠にはいりません。ね、他の枠で投げてください。他は別に好きなんですけど、風船だけはいただけないです。じゃあさ、ずっと風船投げられ続けろ、一個ずつ。ね、風船を一個ずつポン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 。コメント読めなくなるよ。一回試して風船一個ずつ投げてみな。荒らしていいよ、一回風船で。やってみな。風船荒らし OK です。はい。早く読めないよね。貸すだろ、これ。お前らが教えたいね、コメントとか伝えたいコメントっていうのが、この風船のせいで伝わんないよね。だから貸すって言ってんだよ。そうでしょ？はい。いや、もう、いわ、ちょっと配信やめるわ、もう！